コールマン・ホーキンスは、アメリカ合衆国ミズーリ州出身のジャズ・サックス奏者。スウィング・ジャズ世代のミュージシャンとしては珍しく、第二次世界大戦後は、ビバップの分野で活躍し、サックス奏者に限らず、多くの後進ミュージシャンに影響を与えた。1922年に、ニューヨークに進出し、当初は、ブルースの分野で活動。1923年、 フレッチャー・ヘンダーソン楽団に加入。翌年、この楽団にルイ・アームストロングが加入。ニューオーリンズ・ジャズに根差したアームストロングのスタイルに影響を受け、ホーキンスも荒々あらあらしさとシャレッを兼ね備えた演奏スタイルを確立。やがて、フレッチャー・ヘンダーソン楽団の看板奏者に成長していった。1934年からはヨーロッパに渡り、 ジャンゴ・ラインハルトやステファン・グラッペリとも共演。1939年に帰国すると、バンドリーダーとして、後にスタンダードナンバーとなる、ボディソウル等を録音。1940年代には、ビバップという新しいジャズが登場。ホーキンスもこの流れに注目し、セロニアス・モンクやマックス・ローチ等の若手を育てる。1957年、 教え子的存在であるセロニアス・モンクのリーダーアルバム、モンクス・ミュージックに、ジョン・コルトレインや、アート・ブレイキーと共に参加。1958年には代表作でもあるアルバム、ハイ・アンド・マイティ・ホークを、古くから、信仰のあったハンク・ジョーンズらと録音。1960年前後には、トミー・フラナガン等と結成した、レギュラー・カルテットで活動し、また、マックス・ローチや、 バドパウエルのアルバムにも参加。1962年にはデューク・エリントンと共演。1963年にはホーキンスの信奉者として知られるソニー・ロリンズと共演。1960年代後半は活動が停滞し、1969年に肺炎で亡くなる。ありがとうございます。